ラーメン屋店主がイヤホンしながら食べるのをやめてほしいと投稿したことに対するにちゃんみんの反応。6÷26/21/8 配信日刊スポーツ横浜 AK ラーメンの人気店武道家本店の店主、滝坂茂明氏が26日までに XQ Twitter を更新。イヤホン装着でラーメンを食す客に対し、不快感を示した。店内でイヤホンつけるのやめてほしいと切り出し、ラーメンのお好みを伺っても聞こえてない。ラーメン出す時にお声掛けしても聞こえてないから受け取ってくれない。イヤホンつけて動画見ながら食べてるから店の回転が悪くなるとした。さらに店内にはスマホ見ながらの食事は禁止と書いてあります。昔はこんなことなかったよと綴った。お好みとはいえ系ラーメン特有の文化で麺の硬さ、味の濃さ、油に鶏油の量を調節できる。食券提出時にお好みを聞かれるケースが多い。別系統の二郎系もニンニク入れますかと聞かれ、ニンニクや野菜の量を伝えるケースがある。コメント欄には激しく同意します。二郎系も A 系もマジでイヤホンしてて聞こえてない。マン増えたよな。これの恐ろしいのはいかにも生きり大学生や高校生といった面々のみならず、いい年こいた4、5と大のジジイすらやっていることである。つまりその昔は漫画読みながらラーメン食ってたやからの延長なのだ。育ちが悪い。本当にこれに尽きる。伝説のラーメン屋のシーカンゾ蕎麦屋さんみたいに死後禁止、ながら食べ禁止、香水喫煙禁止ルールのある店がいくつあってもいいと思う。シーカンゾ蕎麦屋は戸塚のお店に行ったけど結構美味しかったですなどと書き込まれていた。一死後禁止、ながら食べ禁止、香水喫煙禁止ルールのある店、うまいラーメン屋なんて吐いて捨てるほどあるんで勝手にやれ。一店長のスタッフへの怒鳴り声とか聞くの嫌な人だったんじゃないか。一ラーメン屋ごと気が喋るなや。一にはカラーメン屋の店主ってなんでいちいちうるさいの。老舗のラーメン屋さんはそんな細かいこととか言わないのに。一言ほど変わるか。俺様だな。一好みを伺っても聞こえてない矢印、それは客が悪い受け取ってくれない矢印、店の回転が悪くなる矢印。あのさ、やけどさせるつもりなのか。お前が客の前に置けよ。バカ回転率とか客に求めんなバカ。124受け取りも客が悪いな。一客にあれこれ指図してクレームつける店はラーメン店くらいしかないのはなぜなんだろう。133料理人でもなんでもないチンピラがやってるからだろ。下積みなく飯や回転できるなんてラーメン屋笑いくらいだからな。一空ならイヤホン禁止ってデカデカと書いた張り紙でもしとけよ。というか人様の趣味思考にまでケチをつけるのはいかがなものか。一なんだこのチンピラ系コメントの嵐は。う273、1店内でイヤホンつけるのやめてほしいと切り出し、ラーメンのお好みを伺っても聞こえてない、ラーメン出す時にお声掛けしても聞こえてないから受け取ってくれない、イヤホンつけて動画見ながら食べてるから店の回転が悪くなるとした。大前提のこの記事の話からしてつけてて聞こえないやつうざいって話なのに、お前さんのそんなことないなんてお気持ちはどうでもいいな。288アンビエントすら知らないで書き込んでる人たちに言ってる。288大前提として、動画見てるアホは別だが、そもそも聞こえてるのに聞こえてないふりしてるやつも少なくないんじゃねえかな。そういうコミュニケーションいらねえから早く白客に取らせるような面倒かけんなみたいな。一タオル鉢巻きに不快感。一客はスマホゲームに一生懸命で味わってもないからな。飲食で頑張ってもこれで張り合いないと思うよ。一点の回転が悪くなることと憲法の定める幸福追求権とではあまりにバランスが取れない。寝言は寝ながら言いなさい。348君は心にゆとりがないね。小さすぎるわ。348軽々しく憲法を出さない方がいいよ。バカだと思われるから。一そういうバカ相手に商売してるんだから諦めろ。悪いのは iPhone。 自己中のゴミ虫増えすぎよな。何も言わずに剣出したらノーマルでいいじゃん。好みがあるなら客から言えよ。じゃあ電波妨害のジェムは設置しとけや。店主何様。うるさいな。マジめんどくさいわ。ラーメン屋旧村なラーメン屋行きたくないわ。家計って母親が作るラーメンみたいなものなんだろ。家にいる感じでくつろいでいるんだからいいだろ。やっぱ一覧よ。11しよ。きついしょっぱい。ラーメンごときしょうもない食い物をありがたがって点をつけ上がらせてる客も悪いんですよ。12まったくそれな。12マジでそれ悪いのはデブ。12ラーメン作るやつも好きなやつもなんであんなにうざいやつばかりなんだろうな。ラーメンなんてもともとは土底辺の食べ物なのに調子に乗りすぎ。310寿司だって土底辺の食べ物だったし、時代によって食い物の価値変わるだろ。ちょっと昔は松茸より椎茸の方が高価だった時代もあったくらいだし。12本とそれちょっと調子に乗りすぎてる。家計は店も客も回転重視だろうから張り紙しとけば良い。店も客選べる。今考えると火事でも食ってた歌舞伎町の二郎初心者で行って悪かった。そりゃジロジロ見られるわ。ラーメンくらい自由に食べたい。さすがにイヤホンはしないけどスマホはいじる。うちの職場にハンズフリーのイヤホンで電話しながら入ってくる業者や運送やガイル、いろいろおしまいだなこの国と思った。10を選べる立場なら選んだら、永年会社訪問した時社員が会社前でタバコ吸ってて吸い殻自販機の缶入れに捨てたから話せずに帰ったことある。ラーメン屋のことなんぞどうでもよいが、他人からの声掛けも聞こえないほど音量上げてたら街中歩いてる時危ないだろ。17多分ノイキャンだよ。最近の高いイヤホンのノイキャンはマジで高性能だから。22雑音消してるだけの客にもラーメン店主は誤解して腹立ててんだろうなと思うとバカらしいわな。48ラーメン出す時にお声掛けしても聞こえてないから受け取ってくれない。どう考えても客の方がバカだろ。69や3オツの意見はノイズ消すだけで声は十分聞こえる。100歩譲ってよく聞こえなくても目の前にラーメン出されたらすぐわかる。声かけしても返事がないから受け取ってもらえないとか、被害妄想ひどすぎて何言ってんのって感じ。206なるほどな。こういうレスするタイプを締め出したいってことなんだな。17イヤホンしてジョギングしてるやつが車に気づかずに飛び出してくんの本当やめてほしい。どんの餌みたいなもの好んで食べてる。ルールとか押し付けてる連中に育ちが悪いと言われるのじわじわくる。回転は客が気にすることなのか。
19だよな。上の防骨ペロットが見出しがギルテの店と同レベル。19しなくていいわ。19しなくていいけど行列のあるようなラーメン屋で長く居座るって普通ないな。296-370完食までの個人差に常識の範囲内の個人差だろうけど3分くらいなんとなく水飲んだりスマホ眺めながらゆっくり待ったりしていたいわ。19気にしなくていいだろうけど店主が嫌がってそれを張り紙で明示してるなら他の店に行かなきゃ罵倒されても文句言えない。19家畜に順繰り餌やってて途中で止まってるバカいると流れ止まって頭くるだろ。混んでる店で自分勝手に振る舞うことはできないな。この考え方が多数派であってほしいところだが、こういう店には行かなくなるから好きにして。バカが増えたんだよ。飯食う時くらい外すのが常識だろ。それすら反発して文句言うバカが増えたから日本が衰退してんだよ。自己中が増えすぎて意味不明な主張がまかり通ってアホが量産してるのが今の日本。若者がとか関係ない。バカが増え続けてる。教育も終わってるし日本の未来は真っ暗。23全くだ。麺類食う時ぐらいは鼻水すするような汚い音させるなって話だわな。本当に日本人はバカが増えてる。23それこそ記事に書いてるような昔のラーメン食いながら漫画読んでる感覚と一緒だろ。昔からそうというか昔の方がずっと多かった。元気のあった頃の日本からそうだわ。知恵が遅れてると自分の主張のために無理やり結びつけるけど知恵が遅れてるから矛盾しかなくなるんだよ。知恵遅れ。23外国人観光客とかにもそれ知れる。23昔から常識とかないからかを。ネットで愚痴吐くくらいならでかく張り紙したらお互いのためだ。24面じゃらしく店主せやな。ラーメン屋って変なルールを押し付ける店もだけどそれをありがたがってる客も大概だよね。鉄を高いわいと似た匂いがする。ニュースにしたり SNS に上げるような話じゃないんだよ。客を晒してないで対策考えなよ。ラーメン屋さんでラーメンを食べるド M。 いやながらラーメンがうまいんだよ。昔は週刊誌や漫画が乱雑に置いてあった小汚い店でそれ読みながらラーメン食うのが好きだった。ラーメンなんてそんなもんなんだよ。生きるなアホ。メガネや本誇張機全部人の勝手だろう。丸国勢ラーメン屋風情が何様だ。じゃあさ席がかなり空いてる店ですでに商品が提供済みの場合はイヤホンしてもいいってこと。禁止するなら理由もちゃんとしろよ。なんとなく嫌だって言うならごまかさずにそうかけ。出前システムがあれば家で食えるのに。へえ今ラジオで言ってるけど海外でも行列作るのはラーメン屋だけらしい。イヤホンつけて動画見ながら食べてるまさにアホ丸出しやな。うざいラーメン屋は踏んだけどこの件は客が終わってるわ。注文とか商品のやり取りの声聞いてないんだろ。こういう店にあまり行かないからよくわからないけど色付きのチップみたいのを客が手に取ってカウンターに並べればいいんじゃない。そしたら会話する必要がないし記憶する無駄なスキルもいらない。40こういうプレイらしいよ。ラーメン屋さんは行かないからよくわからんけどラーメン程度で反抗する人々を。他の周りの客がうるさくない。イヤホン客はそういうの嫌ってんのかもね。まあ飯に集中しろとは思うよな。そこまでしてラーメン食べたいかね。イヤホンつけてるやつで禁にしたら民度低すぎだろう。最低限のマナーすらないのかよ日本人は。ダッシュオウム。もうラーメン食べるの難しい。タッチパネルにしろ。イヤホン野郎は殴っていいことにしよう。店内で動画を見るなら他の客に配慮してイヤホンつけるのが当たり前っちゃ当たり前。店内で動画みんなハゲ。店屋の主人が何を偉そうに。ラーメン屋ごときが何なの。税金対策で店名コロコロしてるせこい商売してるくせに腕組みながらふてぶてしい顔してこれらのセリフ言ってると思うとムカつく。あの長蛇の行列見てるとさっさと食って退店しないと待ってる客に迷惑だしな。うのんびり食える町中華の店と対局の存在だし漫画読もうがスマホいじりしようが自由。なんなら店主と世間話町中華でのローゼウ。麺を一本ずつすすって食べます。提供が早くてうまいなら多少の店主独自ルールは構わん。回転率が高い店は待ち時間が少ないし客としていく分にもメリットがある。他人の行動にとやかく言ってくるラーメン屋が増えたよな。62畳の浮金払わなくちゃならないからたくさん売らなきゃならない。62枚からとやかく言ってきそうな雰囲気はあった。腕組んで睨んでる看板を店の横に置いてるし他の客からしても邪魔なんである程度同意だな。いちいち聞かずにノーマルで出せよ。聞きたければ紙に書かせてオーダーする形にすればいいだけだろ。家系とか行かないからイヤホン全面禁止にして構わんよ。ラーメン屋なんて滞在して食事するのってせいぜい15分くらいだろ。そのくらいなら動画視聴を中断してイヤホンも外しとけよ。退店してから存分にあやよいんだからこういうのは許されるのか。71点円が腕組んでるなんてマジでおかしいから店主は注意した方がいいな。71どういうこと。84普通店主が客の写真撮ってネットにさらすか。100円で食える札幌一番塩ラーメンのがうまい。こんな偉そうなところこちらからお断り。72豚骨はうまかっちゃんに帰宅。確かに客のマナーは悪いけどさイヤホンしてる客がいても回転率が落ちにくいように注文方法や配膳方法を改善しようって方に意識がいかないなら飲食業に向いてない気がする。ラーメン道は例に始まり例に終わる。どんぶりバイ店主。ラーメン屋増えすぎて何だったらスーパーで売ってる生麺タイプの袋麺の方がうまいとかざらにある。うどんそうめん派のは低めの見物。ラーメン店の店主だけだよ客の文句ばかり言うのは。79イライラしてんじゃない。俺は一生ラーメン屋かよなんて思って。79確かに定食屋の主人が客についてどうこうとか聞かないもんな。店側がこれほど客を選別したいなら入ってきた時点で不適当なやつ客はつまみ出すか入店時に念書でも書かせればいいんだよ。460そそそ店員とのやり取りも聞こえないってのは異常だな。脳に障害でもあるんじゃないのか。育ちいい人はまずラーメン屋しないと思うけどね。82別に育ちは良くないけどなんで大人になってもラーメンがそんなに食べたいのかはよくわからん。他に美味しいものや栄養価の高いものがいくらでもあるのに。東京土人はクソ人嫌いで地域コミュニティ崩壊地域の東京の人間からしたらそうだろうな。やたらと無言で体当たりかましてくるし。83東京人は基本東北出身者やその子孫だから無言が美徳だと思ってる。満員電車でさえすみませんも振りますも言わずにイヤホンつけたまま無言で体当たりしたり咳払いして周囲への嫌がらせで道を開けさせる。こういう文句言うのラーメン屋だけなの。なんなんただの地球飯屋の癖してさ。ラーメンは体に悪い麺のリン酸塩が悪い油が多い塩分が多い。
客も客だけど、店側もトッピングも食券式にしたり、チェックシートに自分に自分で書かせるとか、いろいろやり方はありそうだけどね。店員もわざわざ聞かなくてよくなるし。普通にお料理悪いし、お店の人が注文聞きに来たり持ってきてくれてるのにイヤホンしてるの失礼だと思う。この感覚ない人はヤバいと思うよ。プロレスラー、ラーメン屋経営で地獄を見る宝島 SUGOY 文庫川田俊明著の本面白い。なんくせ左利きが左手で食っても文句言われそうだな。そういうルールの店があってもいいんじゃない？いちいち回転率がとか店側の迷惑とか考えたくないからそんなとこ行かないけど。92だな。音楽聴きながらや動画見ながら食うラーメンがうまいんだよ。それを迷惑という店には行かなきゃいいだけ。両耳塞いで気配すら感じることができないようにしてるバカの被害者は何もラーメン屋だけじゃないのに、まるで自分だけが深刻な被害に遭ってるかのような。家系とかいう店側がやたら意識高い系の店。94みんな自意識高い系の店。94家って丸々一家とかの家だからな。主要場所のグループ。これイヤホンの性能の問題な気がする。ラーメン出すときに受け取ってくれないってなんだよてめえで。おけよボケ。96確かに横着するなだな。96お前今言ったなこら。回転座とか知らんわ。めんどくせえ。すまんな、ラーメン待ってる間つべ見とるんぜ。氷だけどイヤホンの客にはありがとうございました言わない他人と接触しませんと表明してるような人に礼儀はいらないと思うので。104結構音楽聞かずにつけてるだけで何言うか聞いてるやつもいるぞ。まあ俺なんだがう。104イヤホンの機能知らない乗客か。次郎や家の常連なんてオタクさいやつらでしょ。入り口に禁止って張り紙すればいいやん。こういうのでラーメン屋の敷居高くなって結果的に自分らの首絞めてるよね。こんだけ客にうるさいのはラーメン屋だけ。スマホ見ながらでも普通に食ってる客より早く完食して店を出るが、それでも文句つける店にはいかん。荷物で席を余分に占領する客のことは容認してるくせに。動画見てるやつはほんと食うの遅い。何を思い上がってんだこいつ。普通に動画見ながら次郎で食っとるぞろっと生み出さない程度の速さでは食ってるけど。なんかここに書き込んでいる人たちアンビエント知らない人だそう。120これな。120江戸っ子にそれ言って横文字はおととい来やがれ言われたらエモい。120アンビエントって何？ AFX ツインとかか。148ばっかお前じ。オーブとかだろ。ラーメン食運会音楽超運会どっちなんだい。121そんな不器用な人生のやついるのか。121普通に店内の TV 見ながら食うだろ。172 TV 置いてあるような店にはいかんわ。うるせえから吉野家とかすき家みたいなのがいい。191 TV 関係なく鼻水すするような汚い音出してくるからうるさいだろ。あれダメこれダメこんなことばっかり言ってるのラーメン屋だけだよな。確かにマナーとしては良くないかもしれんが、それはそれとしてやっぱりラーメン屋はおかしいわ。店内にはスマホ見ながらの食事は禁止と書いてありましたから、ラーメン食うだけであれダメこれダメ、あしろこうしろとか鬱陶しい。駅のホームでゲームしながら階段降りてる人、イヤホンして両手塞がってそんな状態でそこそこ混んでる階段降りるって丸みたいのかなって毎回思うんだけど、まあみんな何事もなく階段降りるよな。呆れると同時に感心するは悪い意味で。125バカは大怪我して痛い目見なきゃわからんのよ。125イヤホンして両手塞がっていたら階段振りにくいのかよ。意味不明よ。ラーメンのために遠くから並びに来て早食い、次の客に席を譲る。これできないなら人気店に行くなよ。ラーメン屋の店主最強、平日でもほんと何十人も並んでる東京の田舎、二郎ひばりが丘とか道路挟んで反対側にまで行列がう。127並んで食べるような食い物じゃないのにな。ウジャンクフードなのに気軽さもないとか、にわかラーメン屋の店主は頭変なのばかり。イヤホンつけたまま食べると咀嚼音でボソボソするから、外しつけたまま食べる人は気にならないのかな。128俺は他人の咀嚼音とかズルズルね聞きたくないから、イヤホンで音流してるわ。隣にキモいくらい音立てて食うのとか、くちゃらーとか座られるとキモさのがかってラーメン食ってる気がしないやと。ラーメン持ってくると客に受け取らせるのやめろ。お前ら気にならないだろうけど暑い時あるし、なんかベトベトしてて手が汚れる時もある。それとスマホ見てる見てない関係なく猫舌で熱々すぎるのは食えないから、ゆっくり食いたいってのもある。麺が伸びるから踏みくなるとかは客の好きにさせろ。216は他人のズルズル音か、確かにきついのに当たるとラーメン屋だと距離も近いし嫌だな。回転率回転率ってさ、ゆっくり食べてってねって気持ちが一無もないのが気に食わないんだよ。舞台酒は特にそう思う。129それな、ガラガラな時間帯もあるくせにさ。143ゆっくり味わって食べる人間であり、大戦と千尋の神隠し身の豚人間の食べ物がラーメン。いやいやラーメンごときでそんなうるさい店行かないから。それは店の都合ですよね。だわ客の都合もあるんだよ。しない方がスムーズだけどさ。なら禁止って書いて守らないやつはつまみ出せばええやん。自分の店屋で来てもらえんくなってたんならそこまでや。回転率気にするならイステッドしてみては。どう食ったってそいつの自由だよ。なんで他人の行動制限しようなんて思考になるのか不思議だね。日本人って被害者予想って因縁つけてくるやつが9割はいるんだよ。不思議だったけど被害妄想から来るものだという結論。その相手は大体は何もしてない。ラーメン受け取ってもらえないって最高に笑えるよな。食いながらイヤホンって気持ち悪くないのかね。141ほんとそれ。141音が入るからとそうはならんだろ。昔はテレビ見ながら食ったり喋ったりしてただろ。150耳塞ぐのとは違うだろ。141かなる型で耳穴塞ぐと咀嚼音が内側に響くからすごい不快だよね。あれ私も無理だわ。食事じゃなくて給仕だからね。回転妨げちゃダメよ。そういうラーメン屋に行ったことがないんだけど、まあ特殊な場のルールとかあるんかなとは思っていたが、さすがに育ち云々を主張するような場だとは思わなかった。もしかして音立てずにお上品に食べる場なんかな。それなら躊躇せずに行っておけばよかったな。146日本語読めないの。二郎系みたいに15分で退店させればいい。イヤホンせずにゆっくり時間かけて食ってやるわ。153面が伸びるやろ。アンビエントサウンド音。大体食うの遅かろうが金払ってるんだからとやかく言われ筋合いもないな。店の利益の話を客に押し付けるような頭おかしいことするのラーメン屋くらいだろ。155や、まあ店も客を選ぶ権利あるからそういうの言ってもいいよ。ただそんなことしても自らの首絞めるだけの店がほとんど。通過イヤホンをしながら飯を食べたらごっそごそ音がして気持ち悪いやんけ。
ラーメンなんて病気食出す店が客にケチつけんな、こらなめんなやクソが回転とか言うな生意気やぞ。158、何がこらじゃこらバカ野郎。自己申告しないやつに好みなんてないとみなせ、スマホいじりが目についたら残しても構いませんので、といえば済むだろらお。ただが最近はさすがに店の頭悪さが鬱陶しいな、昔とは違ってな。言ってる意味がよくわからねえ笑い。歴史の発祥、WALKMAN の功罪。値上げすればいいんじゃね、それも1000円以上に。そこを悪い客は来なくなるよ。162、俺二郎で1000円以上かかるけど動画見ながら食うぞ。170かけえで何やろうと勝手だが、二郎でそれをやる貴様はギルテだ。183、二郎ってめっちゃ客に甘いぞ。30年以上通ってるけど一度も注意されたことなんてない。最低限の客のマナーってのもあるやなら、別の店行け、商売でやってるんだから。163、そうそう、追い出せば同様、そして誰もいなくなったとなるかもしれないけど。アンビエントって環境音楽のこと？雑踏で聞くとストレス軽減になるん？車移動の地方都市隅だからわからん、作業中にはよく聞くけど。こういう細かい性格で会社勤めが合わないから個人経営を志したみたいなところあるんだろうな。ティッシュお皿が許せんって騒いでた潔癖症のやつとか。硬さ、濃さ、両お客に聞くってのは個人的には情けない店だと思う。いちいち客におべっか使ってまで来てもらいたいのか。俺のラーメンはこれだってのを自信持って提供しろや。イヤホンラーメン中身落ちたら失礼だよな、ヘッドホンにしろや。176、落ちても失礼ではないが、自分が汚い目に遭うだけよ。買い物した時にレジでうっかりイヤホンを外すの忘れてることはあるな。音量はオフにしてるから店員の声は聞こえるけど。いちいち聞いてくるな、お前の最高のもの出せ。まあ言いたいことはわからんでもないが、客商売ってことも無視できねえだろに、そんな作法が重視されるバカ。ラーメン屋ってそんなに回転よくしたかったら椅子を全部三角木場にでもしたらいいのに。店員とやりとりあるタイミングはダメだけど、それ以外は許してほしいな。岸田どうすんのこれ。185、仕方ないから店側も客も増設な。192点も客もうるせえから、ラーメン税 100% 徴収導入、さすがは岸田さん。204、まあある意味嗜好品みたいなもんだよな。ラーメン屋は反社がやってるイメージなんで偉そうなの。豚のくせにすまん豚さんに失礼だったわ。186、謝れる子なんだね。滝ちゃんの発言が2チャンネルで記事になるとか笑い。イヤホンが不快感ならでかく張り紙に書いて客に見せろ、そして二度と来るなって言ってやれ。注文の多いラーメン屋、片方は外すぞ。194、性能の良いイヤホンを買う。194、もっと気持ち悪いやろ。お客さん金はいらねえから帰ってくれ。これやれば店の方針は買ってもらえる。最近の牛丼屋って当たり前のようにテーブル席あるのな。俺が牛丼屋ランクて言ってた頃は椅子すらなかったぞ。あんなところでくつろいでるバカがいてびっくりしたわ。とんでもない田舎もんなんだろうな。とにかくびっくりしたわ。196、近頃の吉野家には Y-5 スポットとドリンクバーがある。まあすごいのいるからね。ラーメン屋じゃないがかなり行列できてる店で、俺が着席する前から秋柄お前に喋ってて、俺が食い終わって出る時もまだ追加もせず同じように喋ってるやつとか、飲食店経営はメンタルやられんだろ。会員制にしろよ。スーパーとかでイヤホンしても良いけど、してるやつは人一倍周囲に気を使いや。この手の話題が出るようになって、スマホすら見ないようになった。うだって家計も二郎系もめちゃめちゃ美味しいし、それを作ってる人に申し訳ないから。ラーメン屋は昨今値上げが物価上昇率を大きく上回って便乗値上げしているんだから、文句言うなよ。店主は神様かよ。俺もよくイヤホンじゃなくてヘッドホンしてるけど、普通は人と接する前は音声を OFF にしてるから普通に聞こえるけどね。俺の場合はもちろんラーメン食うときは基本的に外すけど、動画見て店員の声に気づかないというのは最悪だと思うよ。結局動画見てるやつという話になるんだろうね。205、機能の問題ではない、人と接するときはイヤホンやヘッドホンは外そうな人としての常識やぞ。225は指示でいいだけど、もうそういう時代じゃない気がするわ。みんな目の前の人間はどうでもよいのだろう。画面の向こう側の世界の方が多分心地よいのだろうよ。225、その考え方が古いんだよ。イヤホンをしてる、聞こえてない、聞こえづらいだから会話してる相手に失礼ってことでしょ。今のイヤホンはイヤホンしてる方が相手の話がよく聞こえたりするなので、性能の問題と考え方の問題。ラーメンのお好みを伺っても聞こえてない家系、これやるの好きだけど、お前が一番うまいと思ったものを客に出せって思う。おすすめは麺固め、濃いめ、油増しですとかふざけんなだったら、それを普通にしろ。外すか前払いなら返金して出ていかせるかの二択にしろよ。賞味に集中しろという売り手側の推し。しいかんぞ。そば屋は戸塚のお店に行ったけど結構美味しかったです。佐野実る結構もう来なくていいよ。こういうイメージだな。うまい切り商売大概にしろよ。店主皆さん、食券買ったらそのままお帰りください。ラーメンで回転気にしないように気を使わないといけないなら200円値引きしろ。飲食店は知らんが、イヤホンは歩行者や自転車乗りがつけてるのがほんま迷惑。221、これだよな。特にチャリ乗りながら音楽聴いてるのは自慢行為だし、車の運転手から見ても怖いわ。家系ラーメンの客層なんてこんなもんだろ。ラーメン屋ってなんで偉そうな態度なの。低学歴の分際で。223も受刑者多いから。あと、ヘッドホンにもいろいろあります。音質を追求した開放型のヘッドホンだったらつけてても外の音もはっきり聞こえます。その代わり、音漏れもすごいですけど、密閉型のヘッドホンはほとんど外音は聞こえなくなります。まあ、音漏れするから開放型の時も基本的に切るけどね、たまに切り忘れる時があるので気をつけないとね。まあラーメン好きな人間からしても、ラーメン屋ってその程度のものという認識なんだろう。意識高くなったらラーメンらしさも薄れる気がするけど、行かないからわからないが。226家系は意識高い系ではないよ。客層悪いから店側もイライラすること多かろう。こやじとご飯を代わり自流で立ち悪い客呼び寄せてるのは店側ではあるが。244、意識高いラーメン屋ってあるの？他店舗展開してる店で。ラーメンって他の食べ物と違って店主が魂込めて作ってる作品なんだし、敬意を持ってくれと思うわ。イヤホンしてたら店からの指示も聞こえないし、ちゃんと食べられないから損するのは自分なのにな。228、こういうバカが偉そうなラーメン屋をのさばらせるための飲食だって、店主は客に美味しいもの食ってもらうためにはどうするべきかを考えて自分の店経営してるわ。そもそも飲食店が大量販売する商品を作品扱いするようになったらおしまいよ。
同程度のクオリティの商品を常に客に出せるってのが飲食店やる最低条件やろ。一杯のラーメンごときに魂込めるなら食う側の客ごとの快適性も考えるべきじゃね。店主があれやるなこれやれって押し付けてくるような店見が良くてもダメやろ。228で出しから喧嘩売るやつ、店の気まぐれ茹でと味付けで出せよ。回転重視なら女できん。エアポスプロとか最近のイヤホンはノイキャンだけじゃなく外寝取り込みモードもついてるからこいつどうせ聞こえてねえだろと思って甘い接客してるとそのうち痛い目に遭うかもよ。あんな体に悪いもん売って商売してるのにガタガタ言ってんじゃねえよ。しかも武道家じゃあ BD 出ろよ。トンの餌出すだけの仕事で客に偉そうにすんなよ。好きに食わせろ。逆に好みをあれこれ聞くんじゃなくてバシッとうまいラーメンを出す店の方がかっこよいけどね。イキリラーメン屋 VS イヤホン外事ちょうどいいレベルの争いだな。競技悪すぎ。唯一競馬聞いてるならわかるが補聴器だったら人権侵害。イヤホンもヘッドホンも危ないけど、ヘッドホンつけてテコテコ歩いているのはどうにもえめんがバカっぽい。おっさんだとなおさら、アニソンみたいな音漏れてるとそれで幸せならまあいいかとさは思うけど。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。